左上から時計回り、秋元さやか、ハリー・ビー・ハリス・ジュニア、ショーン・レノン、泉・シン、蓮舫、アンジェラ・アキ。ハーフは、日本人と外国人の親から生まれた個人を指すために、使用される日本語の用語。英語からの借用語で、この用語は、文字通り、半分を意味し、個人の非日本ヘリテージへの言及としている。 日本は特に同質的な社会を持つ国の一つであるがため、片親が非日本人の子がハーフと呼ばれて独特の困難な立場に置かれてしまっている。それは国内外のメディアでも広く認識されている。なおその数や割合は厚生労働省の統計に基づくと、最近では毎年誕生する子らのうちおよそ3万6千人のこの親のどちらかが非日本人であり、 つまり統計的に言うと、最近では日本で生まれる、子供のおよそ3%、およそ30人に1人がそうなっている。出生数全体の中で占める割合は小さいわけだが、人種間結婚は増加傾向にあるので、こうした子供たちの数も増えつつある。過去20年間では倍増してきている、とテンプル大学でアジア研究をしているジェフリー・キングストンは指摘した。 ハーフという故障は横浜で生まれ育った作家北林東馬が1930年に発表した小説街の国際娘で初めて使用された戦後1960年代からは横浜以外の地域にも広まり始め当時のザ・ゴールデン・カップスやその後1970年代に活躍したゴールデン・ハーフというハーフ女性のアイドルグループの 名称から全国的に広まったとされる。日本語でハーフを指す最も初期の用語の一つは、アイノコで、これは二つの人種間の関係から生まれた子供を意味した。ラテンアメリカ、特にブラジルでも、エイノコという言葉は使われており、他にもメスティーソなどが日系人の系譜に用いられる。次第に、日系人だけでなく、アジア系とヨーロッパ系のルーツを持つ人や、 アジア系とアフリカ系のルーツを持つ人などにも使われるようになった。しかし、愛の子という表現は差別の歴史と関連しており、次第に侮辱的な意味を含むとされるようになった。特に日本における純潔主義と関連しており、ハーフでないとされる日本人との分断と取られる場合もある。人によっては半分を意味する、ハーフでなく複数のルーツを示唆する、 ダブルという表現を使用する場合もある。もともと現代のマト日本人は先住民族の縄文人と大陸移民の弥生人のハーフとされている。弥生人は東アジアからの移民の根結であった。現代本土日本人の縄文人のゲノムは20%未満とされる。こうしたマト民族の複雑性が明らかになったことからマト民族という用語も 第二次世界大戦における日本の降伏以来人種的概念を暗示するために時代遅れとみなされしばしば用語日本人さらには日本日本和が多くの場合使用されている。大和王権和国日本が成立する頃になると熊祖、江戸、早戸などの中央に従わない少数集団もほとんどが大和民族として同化していった。地理的に海外との交流が多くなく トライ人の移住があった程度で、強敵な意味での国際間根結カップル、ハーフは古代、中世の封建的な日本では、ごく稀であった。ただし、日本人と他の東アジア及び東南アジアの人々の間には、アジアのカップルが混在していた。アスカ時代や奈良時代には留学生として、等に渡り、現地の人と家庭を築くこともあった。中にはその指定が日本に渡ることがあった。 代表的な例として、新重元がいる。彼は、弁政と、当人女性との間に生まれたとされる。鎌倉時代になると、日宋貿易で、博多に、宋商人と日本人女性との混血人が誕生した。室町時代には、東アジア以外からの混血児も誕生した。代表的な例として、クズハサイ人がいる。戦国時代になると、 ポルトガルやスペインの商人と日本人女性との間に子供ができることもあり、またその逆もあった。例としては母がオランダ人との伝承を持つワニチカムネである。江戸時代帝政公は中国の君主と日本人のハーフ戦前、明治初期には脱アロン社の福沢諭吉によって欧米人と根血することによる人種改良といった優勢学的な主張がされた。 1899年には、アイヌ民族の同化政策が取られ、終焉化されていた、アイヌ民族の土地、言語、宗教、文化などが、日本政府により同化されていった。その結果、アイヌ民族とヤマト民族の系譜を持つ人たちが多く、存在する。戦後昭和日本とアジアでは、米軍兵士のアメリカ人の父親と現地人の間に、生まれたハーフが増えた。 これらの子供たちはアメラジアンと呼ばれた。1952年の推定では5000から1万人の子供が日本人とアメリカ軍人との間に生まれた。また、そういった子供は非着出子であることも多く、強いスティグマが母親や子供に課され、人種差別や戦後の混乱なども相まって子供が養子に出されることも多かった。 フランシスコ会によって運営される横浜の孤児院、聖母愛事園は1946年に開園し、1948年には126人のアメリカ軍人の父を持つ子供を引き受けていた。また、大磯町にある孤児院は沢田美希という日本人女性によって開かれ、700人以上のアメリカ人と日本人の子供たちを世話しており、 そのいずれもアメリカ人の父親の訪問も支援も受けていなかった。平成、令和平成の少し前である1980年代には海外経験のある日本人女性タレントをバイリンギャルと称したブームが起きたが日本社会が国際社会への窓を閉じていくにつれネイティブ英語を話す海外かぶれのバイリンギャルよりも完璧な日本語を話せる 白人系ハーフ美女の方に人気が移っていった。昭和から平成にかけて日本におけるハーフのファッショナブルなイメージは特に日本のメディアでのハーフの出現の増加とともに顕著になっていく。ハーフモデルは現在テレビに出演していたり、ノンノ、キャンキャン、ビビなどのファッション雑誌のページでの露出も多い。2013年に日本で生まれた100万人の子供のうち2.2%が 日本人以外の親であった。厚生労働省によると、現在日本で生まれた赤ちゃんのうち49人に1人は、日本人以外の親の家族に生まれているとしている。日本での結婚の主流は、中国、フィリピン、韓国を含む、他のアジア諸国との日本人男女の間であった。また、東南アジア、特に、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイなどで、 日本人の祖先を持つ人が多く存在する。21世紀において、ハーフに対するステレオタイプと差別は、彼らのアイデンティティ、行動、外観が典型的な日本人とどれほど異なるかに基づいている。日本人と他のアジア人の間の国際結婚の難しさは、日本社会に溶け込みやすいかどうかといった傾向が関係する。彼らは二文化的アイデンティティを持つことはできるが、 外国人側が日本の均質文化において抑圧される可能性もあるからである。2013年4月に公開されたドキュメンタリー映画、ハーフ・ザ・ミックスとレース・エクスペリエンス・イン・ジャパンは日本に住んでいる5人のハーフの経験に関するもので、彼らが直面するアイデンティティ、多文化主義、人間関係、苦難、ステレオタイプの問題を扱っている。日本では高齢化と少子化により、 人口が減少している。出生率は女性1人当たり約1.44人。これは安定した人口を維持するために必要な女性あたり2.1人の子供をはるかに下回っている。日本は2018年に人口が1.265億人、2019年1月時点で1.248億、約270万人の外国人住民がおり、これまでの最高である。 移民の3分の2は中国、韓国、ベトナム、フィリピンから来ている。現在、日本では4人に1人が65歳以上で、出生率が改善しない場合、2050年までに3人に1人の高齢者となるとされる。ハーフの割合は増加しているが、日本ではまだ少数である。日本政府は帰化日本人すべてと他民族のバックグラウンドを持つが、 日本生まれのネイティブ人を日本人とみなしており、これは彼らの民族性に基づく区別がしていないが、公式の人口調査データは存在しない。日本では国際結婚といえば、現在でも日本人女性と欧米人男性の結婚がイメージされる場合が多く、単にハーフといった場合は、日本人と欧米人の間に生まれた子供を指して使われる場合が多い。しかし、 実際には日本人の国際結婚の相手で一番多いのは男女ともアジア人であり有名人にもアジア系のハーフが多数存在する。また日本のメディアで国際結婚を扱った場合は日本人女性と外国人男性のカップルを取り上げることが多いが実際の日本の国際結婚では日本人男性とアジア系外国人女性の組み合わせが多数を占めており メディアの報道と実際の日本の国際結婚事情にはかなりの隔たりが見られる。このような事情もあってか、女性有名人が国際結婚した場合と比べて男性有名人の国際結婚が大きく取り上げられることは稀で、実は国際結婚していたと聞いてびっくりした有名人ランキングでは上位10位のうち8人が男性有名人という結果となっている。また、 母婦の有名人も父親が日本人の場合は母親が日本人の場合と比較して親のどちらが日本人かに触れられにくい傾向が見られる。ありがとうございます。